しゃべくりマッチシロ始まるよ。こんばんは。6月5日午後7時になりました。第345回ですか、しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、まあ、松代というよりね、全国的に寒かったですね。なんか冬みたいでね、寒かったですよ。上着着ててね、ちょうどよかった。まあストーブ炊いた人はいねえと思いますけどね。まあこの間ね、30度過ぎたね、真夏からなんか冬になってしまってね、体の調子もね、壊した方もいらっしゃるんじゃないかと思います。今書いてる新聞見たんですけど、暗い新聞、暗いニュース記事、これね、墜落現場上空からね、こちらね、4人、犠牲になっちゃってね、それから、どんどんね、テロ、主犯格、パキスタン出身かってね、それから首相ね、答弁でね、なんか、再調査拒否とかね、重ねて関与、否定論とかね、暗いニュース、ね、あんまり見ない方がいいけどですね。はい、ということで、今日はですね、千本桜大作戦ということでね、お三人においでいただきました。とにかく牧野さんですね、それから小林さん、山本さんと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで早速なんですけども、この千本桜ということなんだけども、これどうしてこういう作戦を始めたんですか。真っ白のソメイヨシノは現在ほとんど天狗病を含めた病気に侵されて瀕死の状態です。これをですね、もともと真っ白に自生している江戸彼岸に変えていこうと、はいはい、いうことでスタートしました。これ始めたのいつ頃始めたんです。2年前ですね。あ、2年前に。じゃあまだそんな昔じゃないですね。そうです。これでこの2年も前から活動されてるんです。そうです。特に、寺の東寺にある若林さんのお宅の江戸彼岸の特別紅色が濃くて美しい桜、これを真っ白全面的に広げていきたいと思っております。はい、牧野さん、なんかこう今のツイート何かあるんですか。話は、私がこちらに参加し始めた時には、まだSNS とかでは発信はしていなかったんですけども、そうするとやっぱりおじいちゃんたちがやっているだけだと他の人に伝わらないなっていうふうにちょっと思いまして、せっかくおじいちゃんたちが一生懸命活動しているので、地域の人たちにも知ってもらいたいなということで、今年信州松代千本桜大作戦実行委員会というものを立ち上げまして、今年立ち上げた。はい、今年になって立ち上げました。なるほど。はい、で皆さんに分かってもらえるようにこういったロゴを、はい、作りました。これがロゴマーク。ロゴマークです。かっこいい、なんか天皇陛下みたいだな。ちょっとおしゃれな感じで。ね、おしゃれじゃん。なんか天皇陛下意識してない？してない。お友達のデザイナーさんが作ってくださったんですけど。なるほど。やっぱプロが作ったんだ。素晴らしい。はい、これ見ただけで素晴らしいと思うね。でこちらをプロフィール画面にして、Facebook などで発信をさせていただいてます。Facebook でね。はい、そうなんですか。素晴らしい。これ続けてね、牧野さん、どのような具体的にはどのような活動をされてるんですか。はい、これまでにないの定食作業などを行ってまして、それから地域の人も巻き込んで松代紅江戸彼岸の鑑賞会というのもイベントにして立てています。はい、でこれから今年も種を採取しますので、またそういうのをイベント立てて発信させていただきますので、こちら地域の人にも関わってもらいたいなと思っています。でその皆さんね、実行委員会ということなんだけども、どのような皆さんがこう参加されているんですか。ですね、長野市環境政策課の指導によって、私どもに大紫の生息地があります。その保全管理に、
携わるチームで小生物育成環境保全プロジェクト。難しい名前ですね。難しいんです、これちょっといろんな人から批判があります。もっと簡単にしろと。難しい、覚えきれないね。現在は35人馬がおります。この人たちが母体となって、うん、これからここにおる牧野さん山本さんを中心にですね、うん、若い人たちを集めてもらって、進めてまいりたいと思ってます。素晴らしいですね。それはメンバーの方っていうのは、いやこういうこと言っちゃいけないな、あのお年寄りっていうか、なんだ、はい、昔若い人って言われるな、昔若い人が多いんですか。いやもうほとんど70代を超える後期高齢者が中心でございます。いやあんまりそれ言っちゃいけないと思って、それが、はい、特にもう、うん、次の世代につながなくちゃいけないという、気持ちで今回山本さんや、うん、牧野さんにバトンタッチしようと思っております。若い方は多くない、はい、20代いませんね、うん、私しか。ああそう、もっと女子欲しいです。女子。ああなるほど。山本さん何20代じゃねえな、もうちょっと上ですけど。もう少しな、はい、50年ぐらい前20代か。いやいやいや、30年前。あ、30年前ぐらい、ね、20代。はいはい、まあそんなことね言っちゃいけないんですけども、それで桜っていうのはどんな種類の桜なんですか。江戸彼岸と申し上げまして、うん、これは昔から真っ白に自生している桜なんですけど、うんうん、各地でもいろんな全国的には千年桜と言われている非常に寿命の長い桜ですね。この桜が真っ白にどういうわけか、うん、ある一部の地域に自生しておりまして、非常に紅色が濃い桜でございます。信州大学の元教授和田先生が、うん、見られまして、これは和田さん真っ白紅色彼岸と命名してろと、それで進めたのがいいぞと、うん、これはなかなか貴重な桜だというふうに言っておられました。なるほど。私は勉強不足でその今のお話なんだっけ、なんて名前だっけ、って、まあ、言えねえから A って言ってねそれ実際にはね、その実際とか一般的にはソメイヨシノっていうのが有名なんだけれども、ソメイヨシノじゃいけねえんですか。ソメイヨシノは大変桜も美しいんですけど、うん、これは皆さんご存知のように江戸彼岸と大島桜を掛け合わせた桜でございまして、うんうん、江戸時代にできた ある植木さんが開発した桜なんですけど、残念ながら非常に寿命が短いんですね、うん、特に病気に弱いんですね、うん、ですから今ぜひこのソメイヨシノに代わる品種として江戸彼岸を、うん、やっていきたいと、特にソメイヨシノで 4,5 日早く咲き出します。とっても綺麗な桜ですね。やはりまあこういう言い方は失礼なんだけども、やっぱり掛け合わせていって新しく品種改良してきたらやっぱり弱いということですかね。そうですね、温室育ちみたいになって弱いってことか、そういうことなんですか。そうなんですね、何でもそうですね、うん、いい品種はあんまりね、うん、寿命も弱いということで、やっぱりその今の色も綺麗だってことですね、やっぱりそれをどうしてそのソメイヨシノかなんかに変えちゃったんですかね、その今のその名前の桜ならいいのにね。そうなんです ね、まあ、ソメイヨシノは見たところとても花のこの付き方がとてもいいんですね、うん、しかしそれと匹敵するくらい江戸彼岸も見事なんですね。そうなんだ、素晴らしいね。またこのね、ぜひ見てみたいよ、花もね、はい、わかりました。実際にはそのどのような具体的などのような作業をしているんですか皆さん。はい、写真がございます、はい、これは何やってるし、これは種をまいた後の未生から出てきた状態ですね。おはい、次はどうなんですか。これはこれはね、本意を追記する本意、寺尾の若林さんとお宅の、うん、推定樹齢250年の桜が本意を採集しているところですね。うん、本意って何ですか。本意ってその桜の継ぎ木の継ぐ江戸彼岸に継ぐ
種まいたあのそこへ芽出てきた芽出てとこへ住んですね。あ、そうなんですか。何継ぎ行きするんですか。大体ね、うん、あの母親の種のから出たものは、うん、母親の性質を持ったものは大体、うん、2割から3割くらいしかその出ないと。あといろんなものが出ちゃうと。それでぜひ母親 の, そのあれを出したいんだと、ポギをね、状態を出したいということで。あ、これが継ぎ木やってるところですか。これ継ぎ木やってるところですね。だって、その原木っていうか何、あの元の、なんだ、桜から取った、種でしょ、元の親から取った種で撒いても、ちゃんと育たないんですか。そうですね、あれこれ植物の遺伝学からやせると、うん、やっぱし3分の1ぐらいしか元の親の状態は出すことができないと。じゃあ何しつこいけど、親の種をまいてもならないの。ならないですね。それで何親の木を切ってきて、ええ、枝を切って、ええ、でそこにつなぎ、そういうことですね、つなぎ木するんですか、ええ、そうするともう大体いい、大体いいですね。それであの特に江戸彼岸の場合は、うん、あの共木して共木して、うん、元は江戸彼岸のを大事にして江戸彼岸を継がないとダメなんですね。だから山桜とか霞桜とかいろいろありますけど、うんうん、それ継いでも継がないんですね。あ、ええ、あくまでも江戸彼岸の親木を土台にした桜でなければ継がないという、そういうあれがありますね。じゃあなんか今のお話の山桜、苗持ってきて、山桜に、それを接ぎ木してもダメなの。継がないんですよ、それは。由緒正しいんだな。そうなんですか。ところで今その今は何本ぐらいこの育てていらっしゃるんですか。ついつい今この間調査した時は約900本あるんですけど、うんうん、そのうち今回250本この春先接ぎ木しました。だその接ぎ木って一言で言うけど、あれ大変でしょ。接ぎ木するなんてのはこう綺麗に切って葉脈、なんだっけ、なんとかっていうこの合わせてやって水草じゃなくて水苔か。いや、あの今いいのも出ましてね、テープ、接ぎ木用の専門のテープが出まして、そのテープを巻いてね、やっています。あ、これがそうですね。あ、これが接ぎ木用専門のテープ。上に出てる細いのがあれ本意ですね、親の本意ですね。あんなちっけえのでもいいんですか。いや、ああいう小さいのがいいんですね。あ、小さいのがいいんですか。だって元が あんなこんな太いじゃないですか、指とか、であれはなんか爪楊枝ぐらいじゃないですか。そうですね。それでもついちゃう。え、ついちゃうんですね。やっぱりその親の種から、取ってきたのだから、やっぱりついちゃうってことかな。そうですね。親戚みたいなのいいんか。そうなんですか。これはあの共にしてね、この世界から言わすとこれだけがつかないという、そうなんですか。それで、これからはどんな、今ねこう900本かなんかっていうことなんだけど、これからはどんな予定でいらっしゃるんです。はい、今ですね、作っている苗を、うん、あのまずは松代町内に植えて、うんうん、あの松代ベニエドヒガンという名前でね、うん、松代町内の桜をブランド化していけたらいいなと思ってます。で、あの豊坂小学校、今あの見事な桜、あのソメイヨシノあるんですが、これも寿命に来てますんで、うん、ここの豊坂小学校の卒業の時の記念樹としてね、植えさせていただければということで今話を進めているところです。その他にもあの松代町内、あの松代城とか、うん、あのお堀復元した後にとかね、うん、その辺も植えられたらいいなということで今話を進めてます。豊坂小学校の桜って有名ですよね、ここら辺ではね。そうですね。もう寿命なんですか。そうですね、豊坂小学校のソメイヨシノもそうですし、松代城の、うん、あのソメイヨシノもあのそんなに長くはないと思いますので、うん、これで後継としてね、松代ベニエドヒガンを植えていければいいなと考えてます。いや、ね、ちょっとねお聞きするところ、欲しいなって人いるんじゃね。あ、私その苗欲しいって言ったらどうするの、はい、くれる売る。
そうですね、格安で、販売しようしたいと思ってるんですけど、うん、まだね、準備ができてませんので、準備できたらまたお知らせしようかと。また実行委員会でいろいろと相談して。そうですね。そうですか、はい、分かりました。ところでその、いろいろね、皆さんいろいろな活動されてるんですけど、広報活動なんかしてるんです？一応そのやっぱり若い人たちにも知ってもらいたいので、うん、SNS を使って発信してます。ただもうちょっと町の人にももっと知ってほしいなということで、うん、ポスターなんかも作ろうかなと。なるほど、はい、ポスターね、いいの作ってぜひ、ね、広めていただきたいと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。それでは、時間もなってしまったんですが、最後に一言だけちょっと皆さん一言で結構です、はい、お願いします。今後もイベントをいろいろと開きたいと思いますので、うん、皆さんお気軽に参加していただければと思います、うん、はいはい、私は若い人たちにこの計画を つなげてもらいたいと期待しております。はい、じゃあそれ最後に締めよう。はい、100年先も桜の景色を残したいということで、うんうん、キャッチフレーズを作りました、うん、キャッチフレーズ、はい、はい、桜が世代をつなぐ、かっこいいじゃん、で、はい、今こうやって渡ってきたように、なるほど、はい、地域の人も巻き込んで、おじいちゃんから若い人たちまで、うん、みんなで地域をつな、地域を江戸彼岸で、うん、はい、作って、なるほど、世代をね、100年後、200年後、1000年後までつないでいくと、はい、いうことですか。はい、頑張ってね、これからも活動を続けてください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございました。宮坂さん、素晴らしいですね。俺マイク持ってねえからさ、なんか調子悪いな。調子ね、調子出ねえな、マイク持ってない、はい、はい、こんなの持ってる、ね、うちもね、豊坂でね、うん、ぜひ譲っていただきたいと、山本さんぜひお願いします、ね、はい、予約してきます、はい、よろしくお願いします、はい、特別に日本松さんにはね、5000円ぐらいでいいそうです、ね、はい、はい、1本、1本、さあもちろん、あ、そうですか、はい、はい、2本買ったら5000円になりますね。はい、どういう計算か分かりませんか、はい、お知らせね、はい、桜からのさくらんぼつながり、桜つながり、403号線のところに、白石の農園というのがあります、はい、そちらの農園でさくらんぼ狩りができます。いつですか。ね、去年も私行ってきたんですけどね、6月中旬から間もなく、あ、じゃあもう間もなくですね、若々すぎれば、そうですね、7月までできますので、大きなネットがねこう張ってあります。はい、色、3つくらい種類が確かあったと思います。いいですね、いいと思います。いいですよ、はい、はい、お願いしたいと思います。はい、来週は、うん、あ、私ですね、あ、私ですよ、ま、私ですね、豊坂の郵便局長さん、そう、はい、これは変わられた、今年ね変わられたんですよ、はい、前の方がね変わられまして、川中島の方だったかな、郵便局長さんになられて、はい、いろいろとね、目標とかね、いろいろお話もあるみたいなんでね、ちょっとそこら辺のご苦労話とかね、いろいろお聞きしたいと思ってるんですよ、はいはい、若い方なんですけどね、若い方、はい、そんな男です。そんなとこですか、はい、情報まで得てなくて、はい、はい、それでは、はい、来週、はい、しゃべくり松代、お楽しみに、お楽しみに。